三国鼎立の時代、慶州南陽に火の手が上がる。魏の南陽大守に対し孔恩が反旗を翻したのである。孔恩は蜀の関羽と結び、大守を廃して炎上に立てこもった。この動きを察知した魏は宋人ら精鋭を炎上に派遣。蜀も関羽を炎上に向かわせるが、城はすでに魏軍に包囲されていた。後の大戦を予感させる魏と蜀による炎上攻防戦。劉備の目指す陣の世のため、関羽そして蜀軍には引けぬ戦。蜀の時代を支える将関平の心もまた憂躍していた。重要な一戦を偉大なる父と共に戦える喜びをかみしめながら、炎上を制すこと、すなわち慶州を制すことにつながります。この戦、時代につながる重要な一戦となりましょう。俺は父の背中を見て育ちました。今日やっと一緒に戦場に立てるんです。孔恩は民を救わんと決起した。その志に我らも応えねばなるまい。それにこの戦は慶州を得る好機、兄者が陣の世を築く足がかりとなろう。はい父上、拙者も力を尽くします。うん、頼りにしているぞ官兵。孔恩を、そして民を救うため、いざ炎上へ向かわん。急ぎ孔恩の救出に向かうのだ。援軍が来たか。孔恩もろとも倒してしまえ。拙者が敵軍を打ち破ってみせます。
くなし。いざ尋常に勝負。拙者は軍神の子、負けるわけにはいかない。どうだ。援軍感謝する。これで敵の包囲から抜けられそうだ。引き締めて敵軍に当たれ。ついでに来る場所だ。そう怒ってくれるんだ。私はアングルも方向も音痴なのだ。ここまで敵が押し寄せてくると、な、奮起せよ。おや、知り合いが困っている。助けてやれないのか。どうした。わかりました。援護しましょう。おお、お見事です。傲慢な振る舞い、あたっただろう。全力だ。行くしかない時もある。やっ、敵将、拙者が討ち取った。素晴らしい戦ぶり。よし、我らも武名を上げるぞ。さすがは軍神関羽のみ。自分の軍を預かるが破れはせん。拙者も武の限りを尽くすのみ。さあ勝負だ。全力だ。将兵たちに自分を狙っている。拙者の気候で破れるわけにはいかん。さあ私が可愛がってあげましょう。Yeah!
探偵、よい。父上。うん。敵にも備えがあろう。それに龍禅様をこれ以上危険な目には合わせないで。よくやってくれた、官兵。もったいないお言葉です。官兵はとても強いのだな。そう思わぬか、正妻。官兵、強くなったものだ。お主は我が誇りぞ。父上。逃げてはダメだ。何かを成し遂げるため戦うんだ。